ここは、ん？な、俺が倒れてる。抵抗ペンギン。死ぬとどうなるのか。どうして俺が。やっべえ、どうしよう。ぶつかる。おい、大丈夫か。くそ、とりあえず救急車。すり抜けた。もしかして俺は死んだのか。の、これは霊視線、またはシルバーコードと呼ばれているものだったか。魂と肉体をつなぐもの。これが切れていない間はまだ生き返る可能性がある。だが切れてしまった場合、生き返ることは不可能になってしまう。霊視線は1日経つと切れてしまうと聞いたことがあるが。さすがペンギン、聡明じゃな。誰だ。わしはお前の高祖父じゃ。高祖父、ヒーヒーじいさんってことか。お前は今生と死の狭間にいるんじゃ。こうしてわしが迎えに来れたということは、お前は死後の世界を信じているんじゃな。どういうことだ。あれを見てみ。はあ、今日も仕事か。あの人は死んでいるのか。そうじゃ。死後の世界や魂というものを全く信じていないと、自分が死んだことに気づけず、この世をさまよう幽霊になってしまうんじゃ。幽霊。じゃがお前は違う。信じる者にはこうして先に亡くなったお前に縁のある者が迎えに来るんじゃ。なるほどな。それじゃペンギン、行くとするかの。え、どこに。賢いお前なら予想はつくじゃろう。うわあ！境界線。なんだここは。進むぞ。綺麗じゃろう。もしかして天国かここは。はずれじゃ。ここはまだあの世への入り口。ほれ、もう少し先に進むぞ。これはまさか三途の川。ご名答。この川は生と死の境界線。向こうへ渡ればもう現世には戻ってこれん。わくちー。人によって川を渡る方法が違うみたいだが、どうしてだ。金や地位など現世に執着があるものは普通に渡ることができないんじゃ。さて、お前はどう渡るかの。バカな、俺は金や地位に執着なんてないのに。ほれほれ、進まんとずっと苦しいままじゃぞ。あの世には心しか持っていけん。執着しているものがあれば川に沈めていけ。休んでいる暇はないぞ。次はあそこに行ってもらう。あれは映画館じゃ。なんでこんなところに。行けばわかる。自分映画。広いな。えーい。の、俺が大量に。あやつらはお前の先祖じゃ。なんで先祖が。何が始まるんだ。映画館じゃからな。映画を見るに決まっとる。俺始まるぞ。これは俺じゃないか。どういうことだ。この映画はお前の人生をダイジェストで上映するのじゃ。なんでこうも失敗したシーンや嫌な部分ばかり流れるんだ。自分映画はそのものの悪いところが上映されることが多い。しかも行いだけじゃなく、その時に思っていた心の声までもが筒抜けになるんじゃ。悪趣味な映画だな。ここに来た者全員が通る道じゃ。こんな映画をみんなに見られると分かっていたら、生前でいい行いをしておこうと思うな。お前はいい方じゃぞ。わしなんか飲みの場で酔ってしまい、女の子にしつこくナンパしているところをみんなに見られたわい。最低だな、俺の先祖。審判の時。ありがとう、ペンギンさん。ベラベー。お前、いいやつじゃねえか。この様子だと、お前は天国行きじゃな。え？
自分映画は天国行きか地獄行きかを決める重要な行事。生前人のために生き、多くの人に祝福されたお前は天国にふさわしい。さあ扉に入れ。この先が天国じゃ。ここに入ったら本当に死んでしまうのか。生き物の本質は魂。魂の本来あるべき場所はあの世。あの世こそが真実の世界であり、うつしおが仮想の世界。死とは終わりではなく、お帰りということじゃ。うん。うわどうし、なんとこりゃ、霊視線じゃないか。本来サンズの川を渡れば切れるはずなんじゃが。どうやら俺はまだ死ねないらしい。え、俺は現世に執着がある。それをもって天国に行くことはできない。これほど行きたいと強く願うやつは久々に見たぞい。わかったわい。そう決めたんなら早う帰れ。ああ、ここまで世話になった。霊視線をたどればうつしおに戻れるじゃろう。わかった。待て。どうした。一つ聞かせてほしい。一体どんな執着があればそれほど生きたいという強い意志を持てるんじゃ。仕事が残っているんだ。は、現世ペンギン。ペンギン。パンダ。よかった、目覚ました。生と死の狭間にいたんじゃ。何寝ぼけてんの。夢だったのか。もう大丈夫なの。ああ、おかげさまでな。死後の世界を否定するつもりはないが、あれは人が想像した世界。結局死んだ後のことなんて誰にもわからないはずだ。あの世には心しか持っていけん。あの言葉が頭から離れない。もし死後の世界があったとしたら、持っていけるものは思い出だけ。それが本当でも嘘だとしても、今はもっと楽しい思い出を増やしていきたいな。どうしたの急に。いや、そうだパンダ、帰り飲みにでも行かないか。うーん、君のおごりならいいよ。はあ、今回だけだぞ。わーい。満月だ。久々に見た気がする。結構綺麗だね。月に1回しか見れないんだからよーく見ておけ。先輩、パンダさん、夜食買ってきました。わーい、食べる食べる。次回、月がなくなるとどうなるのか。花より団子だな。ファンアートの募集をしているぞ。詳しくはツイッターを確認してくれ。書いてくれてありがとうな。ペチ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 。チャンネル登録よろしくな。登録するといいことあるの。俺が無限にペチペチしてやる。ペチ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 。この腹黒パンダが。